チャラレンチャンチャララン、チャラランチャンチャラチャンチャンチャラチャンチャンチャチャチャン、チャラランチャンチャ、あの、報道ステーションのやつね。あの、最初のオープニングのやつ。チャラチャン、チャラランチャンチャララン、チャラランチャンチャラチャンチャンチャチャチャン、で、この曲あんま知らなかった。配信時に、コミュ障陰キャオタクムーブをしたことについて、新人バーチャル YouTuber の七瀬アルトさんが、コメントを出し、謝罪しました。関係者によりますと、2021年1月頃、七瀬さんの推しとみられる VTuber のとつまち配信に参加した七瀬さんは、会話の際、少し興奮した様子で、すいません、いや、話の内容を忘れるなど、陰キャコミュ障 VTuber 特有のムーブをしたことが発覚していました。また、同一の VTuber の誕生日配信でも、前回と全く同じ様子でとつまち戦に参加し、推しに少し惹かれていた可能性があることが発覚しています。当時の配信を見ていた人は、なそうですね、やっぱりちょっと普段の七瀬くんとはちょっと違う雰囲気を感じましたっていうか、その声がそのちょっといつもと違かったの、配信の時と動画の時で違かったので、ちょっと本当に七瀬くんなのかなって疑ってしまう場面も結構ありましたね。まあいつもとよりなんかちょっと汚い声が、ただでさえ汚いのにいつもよりもっと声が汚い感じで、まあ、結構興奮していたって言われたら、そうですね、結構息も荒かったような気がしますし、まあ、本当に気持ち悪かったんですけど、そうですね、まあ、推しを目の前にした時ってやっぱ人間ああいうことになってしまうことは誰でも。続いてのニュースです。新人 VTuber にストーカー疑惑が浮上しました。先日放送されたとある VTuber の2周年記念のとつまち配信に参加した七瀬アルトさんは、配信内でかなり前から動画を見ていることを告白、いつから動画を見ているかに対し、一部のファンしか見たことないような動画を上げるなど、かなり古参ファンであることを告白しました。しかし七瀬アルトさんがデビューしたのは約3ヶ月前、つまり七瀬さんは VTuber になる1年以上前からその VTuber さんのことを見ていたことになります。1年目の動画これには本人が若干引き気味という事件がありました。これに対して七瀬さんは、いや、もう別に悪いことはしてん、いや別にストーカー、失礼ですね、ストーカーなんで。めっちゃ前から知ってるストーカーなんですね、実は。私は単純に推してただけなんですね。いや、まあ、別に VTuber になる前からね、VTuber が VTuber になる前からね、推してては悪いことは別にないと思うので、問題はない。いや、なんかでもなんかね、やべえやつみたいなね、おかしい世の中だなって思いますけどね。いや、もう別にね、推してただけですから、まあ、ストーカーはしてないですね。はい。まあ、別にね、うん、まあ、ちょっと長い間ね、見てただけなので、まあ、別に悪いことはしてないんですね、という謎のコメントを残しています。以上、本日のニュースをお伝えしました。テレレンテンテレレンテレレンテン。